アメリカヌマジカは、タマヒズメモク目カかアメリカヌマジカ族に分類されるシカ。本種のみでアメリカヌマジカ族を構成する。アルゼンチン北東部及び中東部、パラグアイ、ブラジル南部及び中西部、ペルー南東部、ボリビア東部模式標本の産地はパラグアイ。ウルグアイでは絶滅。体長153から195センチメートル。オナガ10から16センチメートル。 肩高110から127センチメートル。体重80から150キログラム。南アメリカに分布するシカ科の構成種では最大種。全身は長く荒い体毛で覆われる。夏毛は面積活色で、冬毛は暗褐色。目の周囲や磁界の内側は白い。鼻面は黒い縦縞が生える。獅子の下部は黒い。磁界は大型。ひづめは幅広く。 1 0トル以上を広げることもでき、左右の歪めが皮膜でつながる。これにより接地面が大きくなり、ぬかるんだ場所でも足を取られずに移動することができる。オスには太く、一回枝分かれした後にさらに細かく枝分かれする角がある。角の長さは最大6 1トル。角が落ちる時期は不定的。オスにのみ剣視がある。河川の周辺にある湿原や、 反乱源などに生息する。単独やペア、6頭までの小規模な群れを形成し、生活することが多い。主に白墓地から夜間にかけて、採食を行うが、昼間に活動することもある。洪水が起きると島状になった陸地に集まる。植生は、植物食で、草本、木本の小枝や、葉、水生植物などを食べる。繁殖形態は耐性。 妊娠期間は9ヶ月。パンタナルでは少なくとも4から9月は繁殖期とする報告例もある。1回に1頭の幼獣を産む。生息地では肉が食用とされたり、毛皮が利用されることもある。農地開発、ダムや水力発電所建設、干拓による生息地の破壊、金採掘による水質汚染、密漁、スポーツハンティングによる乱獲。 家畜との競合や伝染病の蔓延などにより生息数は減少している。パンタナルでの1998年における生息数は36,314頭が確認されている。ウルグアイでは1958年以降は記録がなく絶滅したとされる。ありがとうございます。